ちが、えいえいえい、俺も一緒に行こうぜ。で、僕らとこうぜこうぜ、それでカッカーってなわけなんですよ。というわけだ。ガンダーは今までで一番強い敵だったんですよ。俺たち偉いだろ。褒めて褒めて。チャチャ、え、お茶冷めますよ。大魔王様、不死鳥の剣は手に入れられてしまったダスが。まだ打つ手はあるでやんす。二人で徹夜で考えた手ダス。おお、聞かせてもらおうか。お前が言うダス。お前に譲るでやんす。アクセスはおるか。これに、チャチャのことはお前に任せる。必ず仕留めてこい。どうしても私でなければなりませぬか。お前が行かずして誰がチャチャを倒せるというのだ。わかりました。なんだスカーの態度は。大魔王様に対して生意気でやんす。アクセスから目を離すな。え、アクセスの行動を逐一報告するのだ。ん、おい、デアンス。なあ、大魔王ってどんなやつなんだ。セラビーは見たことあるんでしょ。ええ、そうですね。体長4メートル、目は鋭く、口には牙、頭には角、背中には翼が生えています。うわー、こんなやつかよ。全然違いますよ。あれ、私は可愛い迷子の猫なの。パパとママにはぐれたの。チャチャさん、どうしたんだろう。お父さん、お母さん、お父さん、お母さん。きっと父ちゃんや母ちゃんのことを考えてるんだ。だろうな、呼んでるからな。おじいちゃん、おじいちゃん。今はきっとじいちゃんのことを考えてるんだろうな。大声ではっきり叫んでるもんな。チャチャ、元気出せよ。そうです、希望はあります。不死鳥の剣を手に入れたんじゃないですか。そうよね。ビューティーセレインアローと不死鳥の剣があれば大魔王なんてへっちゃらよね。はい、いいえ。この前の戦いでは偶然にも不死鳥の剣を使うことができたかもしれませんが。偶然。それではちょっと不死鳥の剣の威力を試してみましょうか。試す？ほらほら、お相手が出てきますよ。変身変身。愛よ、勇気よ、希望よ。マジカルプリンセス、ホーリーアロー、ビューティーセレインアロー、セイントフェアリーナビゲーション。これ風船じゃないですか。え、それじゃあ一撃よ。ウィングクリス、バーニングフラッ。あ、それだ。しまった、チャジさん、めげずにもう一発。ウィングクリス、バーニング。チャジさん、二人とも逃げて。セラピー、セラピー。
やドロシーちゃんがおこげに。せっかくの集メイクが台無しね。早く止めなさいって言ってんの。助けて。もうおしまい、おしまい。止まったみたいですよ、ドロシーちゃん。ブガレだよ。これはどうも剣の特訓をする必要がありそうですね。今のままではせっかくの不死鳥の剣も宝の持ち腐れですからね。特訓ってどうやって？さあ、私は特訓などというものをやらなくても何でもできてしまいますから。今までやったことがないのです。ずいぶん冷たい師匠ね。弟子をこき使うだけのドロシーちゃんよりいいわ。何？まあまあ、エリザベスの言うことにカッカしないでください。あんたが言ってんでしょ。それじゃあ何か冷たいものでも食べに行きましょうか、ドロシーちゃん。あら、珍しいわね、おごってくれるなんて。ドロシーちゃんのおごりですよ。なんで私のおごりなのよ。焦げたドロシーちゃんも素敵ですね。私は可愛いのローマの亀なの。何をやってもドジばかり。ちゃちゃ、元気出せよ。そうです、希望はあります。特訓して不死鳥の剣を使いこなせるようにしましょう。そうよね、特訓すればいいのよね。はぁ、特訓特訓特訓、イエーイ。特訓特訓特訓、ゴー。特訓特訓特訓。特訓ってどうすればいいの？さあ、そうですね、わからないときはやっぱり学校の先生に聞きましょう。そうね。先生先生先生、イエーイ。先生先生先生、ゴー。先生先生。うぅ、懐かしい。何年ぶりかな。卒業したのはついこの間だろ。うわー、ガキどもじゃないか。あ、ラスカル先生、ご無沙汰しています。あっ、うわー。どうか、この私の授業が受けたくてもう一度学校に入るつもりだな。そうじゃなくて。隠すな隠すな、私もお前たちが卒業して暇を持て余していたのだ。よし、すぐに一緒に許可を取ってやるな。もうが不死鳥の剣を手に入れたんだけどさ。それは秘密だろ。どこにスパイがいるかわからないんだから。そうか、つまり例えばの話なんだけどさ、チャチャが不死鳥の剣を手に入れたとするだろ。でうん、例えばの話、チャチャが不死鳥の剣を手に入れたらどうした。いいか、例えばの話だぜ。不死鳥の剣があってもなかなか使いこなせない。例えばの話ね。例えばそうだぜ、不死鳥の剣を手に入れたことは使いこなせないこともだから、例えばの話、そんな時はどんな特訓をすればいいのかな。言っとくけど、例えばよ。例えばの特訓ですよ。例えばのあらー、なんだか難しそうなお話ね。どりゃー、何が言いたいんだ。つまり例えばの話、不死鳥の剣の特訓がしたいのか。そうです。ラブリー教え子よ、剣のことなら私に任せろ。ビジネス特訓だ、行けじゃ。そのお話は例えばのお話なのね。あら、何これ。いいか、剣に必要なのは心、純粋なる心だ。心を鍛えろ。剣は心だ、職人だ。ここはダメでしたね。あ、まだ足がしびれてますよ。なあ、他に誰か剣の得意なやつはいなかったかな。あ、そうだ、忍者のおりんちゃんなら刀の扱いは得意だわ。わーい、おり
忍者、お忍者。ああ、待って、どうしてあの二人は何ともないんですかね。お忍ちゃん、お忍ちゃん、いますか。お忍ちゃん、いないんですかね。え、でもさ、待って、あれ、お主らなかなかできるでござるな。お忍ちゃんいますか。お忍ならそこじゃ。え、私に刀の使い方を教えてほしいの。そんなことならば。ちょうどよかったです。見事じゃおりん、もうお前に教えることは何もない。ちいちゃん、お昼のおかずは野菜炒めです。たくさん食べていってくださいね。どうぞ。やっほー、いただきます。そうでなくて、刀を使った戦い方を習いたいんだけど。なんじゃ、それならわしに聞いてくだされ。そうよ、おじいちゃんは世界一の忍者なんですから。そう、お世話になります。いいよ。大事なことは勝つという信念を持つことでござるぞ。うわー、これ、あ、お団子、おいしそう。あ、あんなのありか。なんでもありだい。忍者の世界にルールはない。相手は何をするかわからんのでござるよ。来い。わかったわ、おじいちゃん。もう一度。今度はわしの方から行くぞ。おじいちゃんの欲しいものは何。忍者は無用。お金もごちそうも温泉の無料招待券も欲しくないでござるようだ。いでよ、お金とごちそうと温泉の無料招待券。あれがみんな大好き、好きやり、お礼招待券。忍者は常に罠を仕掛けておるんじゃ。女のない、まだまだ、私も特訓するぜ。罠じゃんと。はい、ポコンポコンポコン。参りました。お役に立てたかの。まだまだたくさん罠を用意したでござるがな。もういいです、十分特訓させていただきました。ではまたおいで。俺たち目いっぱい特訓したよな。私強くなったような気がする。強くなってますとも。苦しい特訓にも耐えて、明日に希望を持って。強くなったぜ、俺たち3人。特訓特訓特訓を、特訓特訓特訓を、ワンツワンツワンツ乗り越えて、最強トリオの僕たちさ、大魔王なんてぶっ飛ぶ。待っててお母さん、見ていてねお父さん。特訓特訓特訓を、特訓特訓特訓を、トリオの僕たちさ、大魔王なんてぶっ飛ばす。出た、ひるむことないぞ。そうよリーア、今の勢いでいっちゃえ。聞こえねえよ。よよよよ、出演だぞ、見てろ。そりゃちゃん頼む。イデオ剣、いざオーブ。何やってんだ。どの道破れ去るのだ。早い方が苦しみも少ない。やっぱりアクセスは強いです。しかしアクセスに手柄を立てられるのは面白くないでやんす。チャチャは俺たちが守る。戦
チャさん、任せてください。リーア、シーネちゃん。では覚悟するがよい。ここは私が。チャチャさん大丈夫かよ。特訓の成果を見せるわ。あなたの欲しいものは何？お前の命。じゃなくて、例えばお金とかご馳走とか温泉の無料招待券とか。うわ、大丈夫大丈夫。私にまやかしなど通用しない。チャチャさん、今こそ不死鳥の剣を使う時です。うん、吠えづらかくなよ。不死鳥の剣か、面白い。止めた。だが、そこまでだ。おお、けなげな。メイドの土産に名前くらい聞かせておこう。私は大魔王の配下アクセス。俺は力持ちのリーエだ。僕はウリズリー山のドロシーちゃんの下で修行を積み、うらら学園もトップの成績で卒業したシーネちゃんです。何、シーネだと？バカな、この私が。いいや、シーネちゃん守りたい。リーア、シーネちゃん、守りたい。守りたい。まるで、剣と心が一つになったみたい。剣は心だ。ありがとう、ラスカル先生。心が、熱い。これは、この勝負預けておく。やった！アクセスはメディアンス。それとかちょっとだけだって。
先にビビりまくりすぎてあんなやつには無理でやんす。我々が協力でやんすよ。バババババーンって感じ。はい、お疲れになります。早めに食べ出すよ。はい。というわけでアクセスのやつビビって逃げてったね。お師匠様にも見せたかったです。褒めて褒めて。さあそれはどうでしょうか。あら、もしかしてセラビ焼きもち焼いてるの。いえいえ、焼きもちでなく焼きトウモロコシです。焼きトウモロコシ。私だってアクセスを倒さなきゃなんないし、一体私たちどうした。